画像の中に文字を入力してみましょう。システムに用意されているさまざまなフォントをそのまま使い、さらにレイヤースタイルなども加えて美しいレタリングを作成することができます。サンプルファイルからいい準備 PSD を開いてください。この画像にテキストを挿入してみましょう。ツールボックスで横書き文字ツールを選択します。オプションバーがテキストツールのオプションに変更されました。オプションバーではフォント、フォントサイズ、テキストの配置や色などを設定することができます。フォントを選択します。好みのフォントを選択してください。フォントサイズは20ポイント程度に設定します。テキストの色を設定します。カラーボックスをクリックするとカラーピッカーが表示されます。好みの色をクリックします。白系統の色がいいでしょう。選択したら OK をクリックします。テキストツールの設定ができましたので画像にテキストを挿入します。マウスポインターを画像の上に持っていくとこのようにアルファベットの I の形になります。テキストを入力したい箇所でクリックします。画像の上にカーソルが表示されますのでキーボードからテキストを入力します。エレファントと入力しましょう。レイヤーパレットを見てみましょう。テキストツールで画像にテキストを入力するとテキストレイヤーが作成されます。レイヤーのサムネイルに T と表示されているのがテキストレイヤーです。入力したテキストは新しいレイヤーになりますので他のレイヤーと区別して処理することができます。移動ツールを選択して文字の上でドラッグしてみましょう。文字を移動することができます。文字を入力し直したりフォントの変更などテキストの編集を行うことができます。レイヤーパレットで T の部分をダブルクリックします。画像のウィンドウ内のテキストが選択されます。修正したい文字を選択して削除し新しい文字を入力することができます。再びすべての文字を選択してフォントを変更すると新しいフォントで表示されます。テキストレイヤーにもレイヤースタイルを設定することができます。レイヤーパレットでテキストレイヤーを選択して右上にある右向き三角をクリックします。そしてメニューからレイヤー効果を選択します。レイヤースタイルダイアログボックスが表示されました。ここではドロップシャドウを設定してみましょう。スタイルの一覧からドロップシャドウを選択し、オプションはいろいろと変更してみます。設定できましたら、OK をクリックします。テキストの背景にうっすらと影がつきました。これがドロップシャドウの効果です。オプションの設定により
効果の度合いが異なります。誰でもわかる Adobe Photoshop CS 上巻はこれで終了です。全3巻のうち最初の巻である今回は、画像の基礎知識から Photoshop に欠かすことのできない範囲選択の機能やレイヤーの機能などについてご説明しました。範囲選択は何度も繰り返し練習をしてスムーズに選択できるよう身につけましょう。レイヤースタイルはいろいろとオプションを変更して効果を体感してみてください。ではぜひ中巻もご覧ください。ありがとうございました。